はい、こんばんは、ワドです。今日は2018年の12月の18日、16時32分です。よろしくお願いします。難しいね。こんばんは。そうそう、照明がね、ちょっと今日違う。今日はちょっと違う。どうしようかな。音聞こえてるよね。大丈夫だよね。どうしよう。いや、コメント見えてるよ。コメント見えてるよ。よくわかんない。何言ってるか全然わかんない。ごめん。何言ってるかわかんないからスルーしました。よくわかりません。どうしよっかな。ワードで作るか。ファンが集まるといいね。いや、別に撮りたいから撮ってるだけっすよ。撮りたいから撮ってるだけなんで、ファンがどうとかないよ。もうそういうの疲れた、俺。どうやってやんだ。横にするのはどうやってやんだろう。ファイル。
いやもうほんと作りたいから作るしかなくない？もうなんか俺もう疲れたよ本当に。作りたいから作るだけです。ほんと。それ以外にない。もう。あれ？どうやってやるんだろう。横に、まあいいや、これで作るか。これ作るわ。うん、脚本書かないとね。ファイアボックスで見れないんだ。知らなかった。見れてるってよ。
いや、部屋のライト。これ。バックライト焚いてる。
皿洗ってた。もう一人役者欲しいな。どう持ってこうかな。最後のセリフ何がいいかな。最後のセリフ。ここで最後のセリフでいいかな。どうしよう。何がいいかな。最後のセリフ。どうしようかな。どう持ってこうかな。
本書くのまず苦手だわ。脚本家ってすげえな。脚本家ってすげえな。脚本家とか小説家ってマジですごくない？ゼロから物語作れるんだよ、あいつら。えぐいよね。どうしようかな。こんばんは。プリンってなんだ？プリンってなんだ？ プリン。プリンありがとう。何プ？お寿司か。ふわ寿司まだ持ってる人いるんかい？ありがとう。こんばんは。脚本書いてます。なんかいいアイディアねえかな。セリフ考えるのすごい苦手。こんばんは。セリフ考えるの苦手だわ。マジ難しい。ムズタンだよ。ムズタン。どういう展開にしたら面白いかな。なんかいいアイディアない？力貸して。なんかいいアイディアあったら教えて。こんばんは。どうしようかな。
ボン、かっこいい、かっこいいセリフ考えた、かっこいいセリフ。劇中に演者が視聴者に話しかけるデッドプールな演出？ああ、それ最後に入れてもいいかもしんないね。こう、物語、シーンが進んでいって、劇中普通に進んでいって、最後に、視聴者に話しかける。それ入れる？ポップメロ。最後に話しかける。それ面白いかもね。アイディアに入れようか。番、ぼ、動画の最後。だから、ゾクゾクした？何が？実はね、たけしさんもやってるんだよね。たけしさんも、座頭市の最後のシーンでやってるんだよね、それ。ゾクゾクした？どういうこと？いきなりゾクゾクしたって言われてもわかんないよ どういうこと？本当はね、2人演者がいるとセリフ回しができるから、役割分担できるから会話が進むんだけどね。漫画では結構ある演出なの。そう、見てる人、足立みつるとかがよくやってたね。物語とは関係ないところで作者がいきなり出てきて視聴者に語りかけるって。漫画とコミックスなんだよね。コミックスの手法、もともとデッドプールって漫画じゃん。だからできるっていう。最後やろうか。視聴者、最後視聴者に語りかける。で、テーマは3分間のショートムービーなんだけど、この映画を作るっていうことを宣伝するっていうか、告知かな？宣伝っていうか告知？告知をすることが目的なのと、まあ、でもやるんだよがテーマ。テーマではないか。これは。まあ、この辺でいいか。まあ、映画を作るっていうストーリーと、でもやるんだよっていうのが、でもやるんだよがテーマに近いかな、これは。で、最後視聴者に語りかける演出ね。視聴者に話しかけるところ。あいつら何も分かってないんだよ。自分が毎日やってることも、話してることも、考えてることすら何も分かってない。十歩口元映り込んで、ここでいいんだよね。ストレス抱えてさ、憂さ晴らしてさ、誰かを批判していかないと生きていけないんだ。だからさ、ぶっ壊してやろうぜ。セリフこれでいいかな。どうしよう。でもこれ一人で喋ってるとやっぱ矛盾があるよね。一人で部屋でブツブツ言ってたらただの病気だからね、これ 誰かに語りかけて会話でさ、これをやるんだったら成立するけどさ、冒頭いきなり部屋の中で一人でブツブツ言ってんだよ、これ。超おかしいシーンだよね。そう思わない？ ただの病気でしょ。ブツブツ怖いよね。サイコパス感がいいよね。でもそうすると演者をブッキングしないといけなくなるから、またね、一個ハードルが上がっちゃうから、
どうしようかな。ブツ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 一人で言ってたら本当にサイコパスで怖いよこれ。だよね。いやだからこれどれの深夜食堂みたいになっちゃう こいつ誰に話しかけてんだって どれ新放送みたいな。まあそれはそれでいいのか、面白いかもしれない。これセリフじゃなくてテロップにしようか。え、ドレさんにブロックされたの？なんで？ぶっ壊すの方がいい。そうだよね、ぶっ壊してやろうぜっていうと誰かに語りかけて一緒に賛同を求めてるんだよね。テロップで入れるか。見に行かないから。なんだろうね、気をつけてね気をつけてね、ターゲットにされてる可能性があるよ。ターゲットにテロップでぶっ壊してやるの方だからさって言ってさ、テロップだけでぶっ壊してやるにするか。なんかあったんだろうね。俺もじゃあドレさんにブロックされてるかチェックしようかな。俺もチェックしようか。もしかしたら俺もブロックされてるかもしんないから、ドレシンチェック、今日のドレシンチェックします。どれの、ドキドキするな。ブロックされてないかな、大丈夫かな。いきます、ドン。あ、俺ブロックされてない大丈夫だ、ブロックされてますで出てない、大丈夫。タイムシフト見れるかな。あ、見れる、大丈夫大丈夫です、僕はされてないです、俺は大丈夫です、なんだろうね、カオスが、カオスをなんか、カオスなんか悪口言ったりしないからね、間違えたんじゃないの、わかんないけど。新一これでいいかな。新一 OK、 これで OK、 これで新一。本当に都合悪いこと答えんなあと言っても、答えんなあと言ってもブロックされなかった。おお、これでいい？みんな、あいつら何も分かってないんだよ。毎日自分が毎日やってることも話してることも考えてることすらも分かってない。ストレス抱えてさ、酒飲んでうさ晴らしてさ、誰かを批判しないで生きていけないんだ、生きていけないんだよ。諭す感じですか。だからさ、ぶっ壊してやる。これ冒頭でいい。OK。
シーンいくつまでっつうか尺の問題だね。ショートムービー3分だから、ここでだいたい30秒ぐらいかな。この量だと。30秒ぐらい。だから入りだね。シーン1は入り。真っ暗な部屋っていうか真っ暗暗転してる。だからさ、よりソーダの方がいいんじゃない？ぶっ壊してやるじゃん。え？どういうこと？え？ちょっと待って。だからさ、よりソーダのがいいんじゃない？え？どういうこと？だからさ、よりソーダ？ごめん。何言ってるかわかんない。だからさ、よりソーダの方がいいんじゃない？何がだからさ、よりソーダ？だからさ、よりソーダ。ぶっ壊してやる。そうだってこと。そうだ。やっぱそうだっていうのだと気づきになるの。自問自答になって、このセリフから自分で気づいたことになるの。言ってる意味わかる。そうだってやると。だからさになると、ここが理由付けになるの。わかる？そうだ。ぶっ壊してやるって言うと気づいてないことになるのよ。そうじゃなくてね、鬱憤が溜まってる方に持っていきたいんだよね。で、ぶっ壊してやるをなんかかっこよく言え。ぶっ潰してやるか。ぶっ潰してやる。ぶっ潰してやる。ぶっ潰してやる。ぶっ壊してやる、壊してやる、潰す。あと2。中二病だよ。任せて。中二をこじらせてるんだよ。いらっしゃい。だからさ、まあそれもありだよね、演出で。口元。それかっこいいかもな。目元アップとかにする、演出で。だからさを言わずに表情で出す。それもできるんだよね。どうしよう。セリフめちゃめちゃ難しいよ。意味合いが全然変わっちゃうから。あと、ニュアンスね。そう、ぶっ壊すっていう言い方と、ぶっ壊してやると壊してやるっていう、もうニュアンスで全然変わる。人のやってるから。いや、これはね、主語が抜けてるけど、世界をぶっ壊してやるって、こいつらを救ってあげるよっていうことを言いたいの。こいつらを壊すって意味じゃないの。こいつらの価値観をぶっ壊すっていうのを、が意味が含まれてるっていうのかな。なんて言うんだろう。俺の中では彼らが敵なんじゃなくて、彼らの思い込みをぶっ壊すっていうか、そのっていうニュアンスなんだよね。教えるなよ。そう思ったら逆に褒めるんだよ。何言ってるか分かんないな。表情、語りで表現するの良いと思う。じゃあ、だからさ、ここ変えよう。表情、演技ね。演技。どうやって、どついてやる。関西人だね。 演技でどうしようかな。目元かな、これは。どうしよう。これでいきますか。あいつら何も分かってないんだよ。自分が毎日やってることも話してることも考えてることすら何も分かってない。ストレス抱えてさ、酒飲んでうさはらしてさ、誰かを批判してないと生きていけないんだよ。当然になんです。ぶっ壊してる。いいんじゃない？これ演技の方がいいね。ていうか、なんだろう、何かものを作るクリエイターとかって俺全員あれだと思うよ。中二病だと思うよ。だからさ、なるほど。
ぶっ壊してやるの後、その後、それで世界が変わるってみたいな感じで、自分に課題が変わるわけない、そんな甘いもんじゃないみたいな言い回し好き。そこはね、自己否定最後やろうとしてるんだよね。いいね、ポップメロ。まあ、これで、あいつら何も分かってない、自分がやってることを話考えて、ここで、ね、約30秒かな。ここで30秒。30秒。新一30秒。約ね。じゃあ何も分かってないんだよ。自分が毎日やってる話してることも考えてることすら何も分かってない。ストレス抱えて酒飲んで嘘話してさ、誰かを批判しないと生きていけないんだよ。だからさ、ってぶっ壊してやるテロップ。で、いや、まだね、ロケは決めてない。まず脚本書いてからロケかなとか思って。っていうのもね、カメラとかって物理的な制約が入るんだよ。その照明たけるかとか。だから先に脚本書いちゃって、後でロケ当てはめる。先に脚本書いちゃう。で、シーンにどうしよう。ここで展開させたいな。ここでどういう展開させようか。ここ結構重要だな。シーン1の冒頭の入りで説明、理由付けはしたでしょ。で、冒頭でテーマが決まった。なんかね、本当はね、本当にやりたいのは物理的に不可能なんだけど、サラリーマンを鉄パイプでぶっ飛ばしていくシーンがいいんだけどね。サラリーマンとか OL とか、警察官とかをバシバシ俺がぶったたいて こっからもうボッコボコにしていくっつうか、俺が嫌いなもんを国会議員とか 国会を破壊したりとか、そういうシーンがやりたいんだけど、それは逮捕されちゃうんで、ただ単に。それをどうやって表現するか。実際やったらアウトだから、それを何で表現するのかだよね。それ実際やったらアホだから。ふわっち版どころじゃないかんで、ね。なんだろうな。鉄パイプで殺戮していくシーンは面白いんだけど、それを実現可能な方法で。なんかねえかな。なんか面白い演出ないかな。ニュースで映画を撮っていたなどと供述しており 始末高光容疑者、無職。無職は 映画を撮っていただけなどと供述しており。ただそうなるよね。それはそれでアートだと思うけど、ただの反社会勢力だから。何を、分かってない。何にらみつける。ぶっ壊してやる。ぶっ壊してやる。最後にぶっ壊すシーン持ってった方がかっこいいかな。最後に何かを鉄パイプとかでバンバン破壊していくシーンの方がいいかな。もうシーン2で使っちゃう？それ。なんか、コカ・コーラの瓶とか、酒瓶とかを、に、紙を貼って、バチーンってぶっ壊しときゃいいんだと思うんだよね。どうなんだろう。どうするのがいいのかな。いや、それだとさ、映画を撮るっていう、この持ってき方に合わないから。だから映画撮るんだ、この人っていう宣伝をしたいわけよ。
水風船、水風船ちょっと弱いかな、優しいから。瓶とかなんか飛び散る系がいいね。なんかもう なんかこう派手にいきたいかな、実現可能な方法で。残り6分、ありがとう。延長します、延長します。どうしようかな。どうしよう。いや、それでいいんだよ、それでいいんだよ、それがやりたいんだもん、それでいいんだよ。シーン1で理由付けをしてるから、シーン2でどんな展開にした方が面白いのかな。うん、難しいね、やっぱゼロから何かを生み出すのは。転調させてもいいかなと思ってるね。シーンには転調させてもいいかなと思ってる。黒マネキア、黒マネキアって何？マネキア？何黒マネキア？マネキア？マネキア？マネキアって何？マネキア？メルカリ？マニキュア？え、何？ちょっとごめん、わかんねえわ。マネキアがわかんねえな。どう持ってったらかっこいいかな。和道スタイルに似合う。あ、爪？マニキュア？俺黒やってたよ、昔。うん。真っ黒だったよ、マニキュア。どうしようかな。ネイルやってたよ、黒。昔。バンドやってる頃は黒だった、爪は。うん、うん、どういう風に持ってけばいいんだろう。3分間だからね、シーン多分5までしかいけないと思うんだよ。起承転結の木はできたからショーだね。ゆうたんこんばんは。木ができたから、俺的にはぶっ壊してぶっ壊してぶっ壊して、最後自分自身が出てきたいの。ぶっ壊してぶっ壊してぶっ壊して、最後に残ったものが自分
のメタファーが出てきて、でぶっ壊せないところで止まって、で今度ぶっ壊せないで、あって気づいて、要はこれって俺もそうじゃんっていうところで気づいた後に、その反撃を食らってボロボロになりたいんだよね。そう、要はアンチコメントなんだけど、で要は最後のシーン4っていうのは、死ねとかお前にはできないよみたいな、その大人のコメントとかをブワーってセリフとかでブワーってきて、で最後でもやるんだよにしたいの。わかる。だからここが入って、でぶっ壊してやるって言いながらぶっ壊せないで、半、じゃあ俺の人生そのものなんだけど、壊していくんだけど実は壊せなくて壊されて、でもやるんだよで終わりたいの、俺の構成としてはね。それをセリフ化したり映像化するその作業っていうのが頭の中で混乱してる。わかる？言ってる意味。アイディアっていう。だから本当のこと言うと、シーン2で俺はだから警察官とか公務員とかサラリーマンとか、お台場にいる犬とか、お台場にいる子供とかを炸裂していきたいんだけど、それをやったらダメだから、どうやってやろうかなっていう。だから言ってるじゃん、明確に言ってるじゃんお前バカだろ、明確に言ってるじゃん、公務員とかサラリーマンとかって、 OL とかお台場にいる犬とか子供とかを殺したいって言ってるじゃん。なんでわかんねえんだよ。どうしようかな。うん、難しいよね。どうしよう。難しいな。グラセフ？いやだからグラセフをやってるやつってそういうことだと思うんだよね。ゲームでグランセフオートやってるやつってそういうことでしょ結局。だけどグラセフを楽しんでるところだけじゃなくて、グラセフ終わった後のカウンターを書かないとダメだと思ってんの。グランセフオート楽しいって言って、うわーってやって、終わった瞬間のアルバイト行かなきゃを書かないといけないと思ってんの。わかる？アルバイトでもこんなになってるグラセフ大好きな男の子を書きたいんだよ。でそれじゃダメだろっていうアンサーをしたよ。俺だから秋葉原の加藤の気持ちわかるっつってんの。それでいいのじゃなくて、俺はあいつの気持ちわかるっつっての。いやー、それはかっこ悪いかな。なんかそのネットのマッド動画とかクソだせえと思ってて、それは絶対やりたくないかな。それってもう表現じゃなくてグラセフ作ったやつの効力になっちゃうから。俺マッド嫌いなんだよ。マッドでなんかアートやってる気になってるやつ嫌いなんだよね。やっぱゼロから作んないと。だからそれこそ金があってさ、ちゃんと俳優とか雇えたらさ、そういうなんつうの、警察官ボコボコにできるシーンとかできるんだけどね。ネットのアンチの言葉は流そうと思ってるね。ただそれをツイッターとかの画面でやるのか、
セリフでやろう。俺はセリフでやった方がかっこいいと思うの。いろんな人に録音、要はリスナーさんに死ねとか、ゴミがとかいうのを LINE で録音して送ってきてもらって、俺が死ね、ゴミ、カスがって、ブワーって1万個ぐらいブワーって入れたいの。いや、全然飯おごるよ。別に俺エルビ嫌いじゃないかんな。ジャストミート当たるとこぶん殴りたいよね。金払うから。エルピ嫌いじゃないから、演技でも殴りたくないかな。ミュウツーとかをボッコボコにしたよ。嫌いなもののメタファーをしっかりしないと作家性が出ないから。だから、のりこがミュウツーをぶん殴ってるシーン2で差し込んでもいいよね。てめえ、この野郎っつって、こう、アッパー入れてるのりこのシーンをシーン2に入れたらすげえ映えるかもしんない。シーンの合間にタイムラプスの空撮挟んで、雲の流れ、スピードで何か変化や心境の表現ってのは、タイムラプス入れてもいいんだけどね、撮り直さないとなぁとは思ってるかな。ちょっと待って待って、話が逸れてきたから。兵糧だっけこいつ。うぜえ本当に。全然お前との絡み面白くないから、ちょっとお前さ、コメント書くのやめてくんない？本当に。マジで。ただなえるだけでさ、お前ただ批判してるだけで何も作ってないじゃん。だったらさ、批判するんだったらアイディア言えよ。具体的に。お前だからね、これ。お前のことを言ってんだよ。お前みたいなやつ嫌いなんだよ、俺。ぶっ壊してやるの対象にお前入ってるからね。大嫌いだわ、こいつ。やめてよ、本当に。ていうか、見ないで。俺の放送。迷惑。いや、めちゃめちゃ迷惑だよ、本当に。楽しくやってんだから、俺らは。次の流れ行こう、次の流れ。ただただ不快だよね。どうしようかな。シーン5で、ちょっと待って、粗く書こう。粗く。大まかな流れ、肉付けは後でやるとして、シーン2、シーン3、シーン5、シーン3、シーン4で、シーン最後ラストカット。大まかな流れ決めちゃおう。シーン2が、まあ、で、ここで、ここでどうなるんだ？あれ？なんで小文字なの？え？なにこれ？なんで小文字なの？え？小文字になっちゃったんだけど、これどうしたらいいんだ？カプスロックってどうやって外すんだっけ？カプスロックの外し方わかる？これよくあるんだよな。これ何なんだろう？あれ？大文字とあれがカプスロック、シフトコントロールかな。あ、できた。でもやるんだよ。でもやるんだよ。で、エンドロール。ありがとう。エンドロール。エンドロール。
れでいいと思うんだよね。で、シーン4が返り討ちとアウト。アウトってどうだ、こうか。返り討ちに合う。放送。で、シーン2とシーン3をどう展開させるかだよね。終わりこれでいいよね。終わりこれでよくない？あとはシーン2とシーン3だよね。シーン2とシーン33分のムービーじゃ伏線とか難しいと思うけど、最初のシーンにオチがつながるみたいなのすげえ似合いそう。最初のシーンオチがつながる。だからループになってるんだよ。あのシーン1に戻るってことだよ。5でわかる。じゃあ演出でそれ入れるか。ポップメロンセンサーあるな。だからここのライター映り込むのを最後に入れたら A にループするって意味になるから、カメラをギュッと握りしめてでもやるんだよ。で A のこれを入れればいいんじゃん。そうするとこのシーンがジュポってなったらここのシーンの印象付けになるから、だからここのシーンをここに最後入れればいいんだ。うん、そうしよう。ポップメロンいいよ。ポップメロンいいよ。でジュポってなったらエンドロールでこれ入れればいいか。
そうそうそう。だから A に戻るっていう、ループするっていう。それでいこうか。で、シーン4は OK で。シーン 4OK。シーン2と3だな。で、どちらかにぶっ壊すシーンなんだけど、2でいきなり破壊シーンに持っていくのか、3で持っていくのかだよね。多分シーン2で破壊の限りを尽くしていって、破壊していって、シーン2で破壊していくじゃん。で、シーン3でシーン4のつながり演出した方がいいのかな。どうなんだろう。どう思う？そうだよね。シーン2で破壊をしていって、シーン3で反撃に遭うくだりを作ればいいのか。で、合ってるよね、多分。起承転結的には綺麗だよね。破壊が1はない。ん？ 1 は、1は、シーン1は、真っ暗のところでブーンで、あいつら何も分かってないんだよ。自分が毎日やってることも話してることも考えてることすら何も分かってない。で、ライター口元アップ、ストレス抱えてさ、酒飲んでうさ晴らしてさ、誰かを批判しないで生きていけないんだよ。で、まあカオスだよね、ここアイディア。目元ににらみつける、でセリフだからさ、これ無音ね、ぶっ壊してやる。で、ここでうわーって言いながらバンバンぶっ壊していって、バリンバリンバリンみたいな、ヒャッハーってなって、シーン2で。で、シーン3でこう静寂の中ハーハー言ったりして、で、その後これが来ると、返り討ちが来ると。で、シーン5でデモやるんだよって。だから破壊が1はないっていうか、シーン1は入れたらダメじゃない。1位破壊を持ってくる。1位破壊って何？ 1 位破壊って何ですか？破壊が1はない。?1 位。1と2の入れ替えでもいける？そうだね。冒頭いきなりぶっ壊していってもいける。うん。いけるいける。あ、そういうことか。1に破壊を持ってくってことか。あ、それはね、全然余裕。うん、それはね、編集の時点でできる。だから、どちらかっていうと、なんつうんだろう。大まかな流れを、脚本を組んだら、あとは編集だから、逆にバラバラにできるよ。バラバラにできる。それは編集の問題だから。だからそうじゃなくて、撮りたい素材をどう撮るのかっていうのが今のテーマ。だから、その素材、なんて言えばいいのかな。パズル、レゴのピースを作る感じ。そう、なんだこれはスタートの流れね。だから、それはね、あの人がやってたね、2001年宇宙の旅がそれだね。作った脚本を一回完璧に作ってぶっ壊したりするっていうやり方。そうそう。俺が今必要としてるのは、レゴのね、レゴのどのパーツの話だね。どのパーツを使うのかって、組み上げる作業はね、最終的な編集、ファイナルカットでやる。出演者解放ブスだからな。どうしよう。募集はしてるんだけど、解放が入るとしたら、いや、解放ブスだからどうしよう。解放ブスだからな。いや、全部解放のブサイクさに持ってかれる可能性があるんだよね。そのメッセージが、うわ、ブスだなーっていうのが結論になっちゃう可能性があるから。ブスだったなーってお客さんが、そう、ブスしか残らない可能性があるから、全部持ってかれるぐらいのブスだから、そこ辛いなー。そう、解放が全部持ってっちゃって、テーマが伝わらない可能性があるぐらいのブス。どうしよ
そんなにだね。ちょい役でいいから。アグリンもブスなんだよね。でもこのシーン5の最後になんかこう優しい人たちの笑顔とかいいかもしんないんだよね。ファ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 ってフラッシュバックして、でもやるんだよって。だからそのここのシーンの間に写真のフラッシュバック、これだったらここに解放の写真とか入れてもいいかなとは思うけど、でもブスなんだよな。可愛い女の子入れたいよねここ、ごめんね本当に。脚本書いてるの今、ショートムービーを作るための脚本書いたんじゃなくて書いてるって感じかな。今書いてる。残り9分ありがとう。延長します。こんばんは。延長します。ありがとね。ナイス。どうしよう、どうしようかな。どうすっか。難しいな。まあまあまあ逃げないでやろう。シーン2とシーン3、シーン2とシーン3すごい重要なところだね。バカありがとう。延長台にします。腹減った。解放ありがとう。どうしよっかな。やっぱり冒頭こっちから入りたいかな。ちょっとここは冒頭こっちから入りたいな。あ、でもエキストラこれ思ったんだけど、シーンにぶっ壊すじゃん。例えば通行人いるじゃん。通行人の背中に何かを貼るんだよ。コンプレックスを、なんだろう、通行人の背中ね、モテないとか。わかる？通行人の背中にこう持てないとかさ、
通行人背中に「デブ」とかさ「ブス」とかさこれを破っていくっていうのはどう？張り紙が貼ってあって背中に、それを俺がバンバン破ってくの。うわーっつって張り紙取って、うわーっってビリって破って、それどう？シーンに。微妙。なんかいい表現ないかな。ひもて。ひもては面白いで。ひもては面白いで。ひもて。うん、俺からじゃなくて、なんつうんだろう、通行人が抱えてる。通行人それぞれの心の声みたいな。ひもてっていうとかブスとかじゃなくて、例えばなんか悩みだよね。悩み、その要はここを貼ってあるの。あいつら何も分かってないんだよって、気づいてない。背中に張り紙があって、そのそれを破っていくって感じ。それをぶっ壊していくっていう。なんだろうな、ひもてとかブスじゃないんだよね。だから10人ぐらい欲しいよね。10人ぐらい。なんだろう、ひもてじゃなくて、解放なんか悩んでることとか、なんかこう なんだろう、なんかない？解放出る？背中でいいんだったら。じゃあ解放出すよ。解放。何がいい？解放。何がいいかな。カオスも出る？カオスなんかある？出てよ。誰かエキストラ募集しようか。失恋した、なんだろう、失恋したばかりつらい、それをなんかかっこよく張り紙にするのはなんだろう、なんだろう、なんだろうな。解放の背中に何を背負わせるのか。いいね、あんなに愛してたのに。面白いなこれ。あ、愛した男に捨てられたって張り紙貼ったったら面白いよこれ面白くない？いや、これめっちゃ面白いでしょ。
解放の背中で冒頭いきなり愛した男に捨てられたって張り紙貼ってあったら面白いでしょ。これ面白いでしょ。それを俺が発狂しながらうわーとか言いながらバリバリ破ってくんだよ。うわーうわーとか言って最高のシーンでしょこれじゃあ解放これでいこうか。愛した男に捨てられたこれ最高でしょ。これ面白くない？ダメ？あと、なんだろう、なんだろう、何人ぐらい欲しいかな。なんだろう、何人ぐらいいればいいかな。いや、そういうのいらないそういうのいらない。なんだろう、なんかみんなが背負ってるものなんかない。最低8人だよね。全く同じ意見だわ、全く同じ意見だわ。8人で行こう。うん、8人からだね。最低8人から。いろんな人欲しいな。残業ね。残業はいいね。なんだっけ、サービス残業にしようか。サービス残業サービス残業を背負ってるサラリーマンよくない？うん、これいいね。これ解放。あとはなんかみんな背負ってるもの、背負っててやるせなくてぶっ壊してほしいもの書いて。愛した男に捨てられたサービス残業。よっしゃ、俺がサービス残業ぶっ壊してやるから、うん、サービス残業はいいね。あとなんだろう、これいいよ、好きだよ。何がいいかな。NHK は違うかな、ちょっと、うん、NHK に別に恨みないよ俺、うん、いや、そんなのはどうでもいい、そんなのはどうでもいい。もっと根の深い問題だね。根の深い問題、根の深い問題がやりたいな。ちょっとね、予算かけるのは無理だね。予算がかかるのは無理だね。失恋の方がいいのかな。愛した男に捨てられたじゃなくて失恋の方がいいかな。どう思う？失恋の方がなんか共感得やすくない？え、首吊り物件の掃除をするの？失恋の方が多分響くよね、多分女の人は。どう思う？愛した男に捨てられたと失恋、どっちがいい？どっちがいいかな。結婚したかったはすげえ重いな、いいな。
どうする？メッセージ系でいく？それともその本人のカルマを乗せるのか、それともみんなに共感しやすい方に行くのか。客観的か主観的だと思うけど、愛した男に捨てられたって主観でしょ？客観じゃなくない？失恋の方が客観的でしょ？熟女マッサージ師じゃあもっと社会派で行きたいの俺。なんですぐギャグ路線にするの？カレオさんは社会派だから俺。何がいいかな。失恋だと愛した男に捨てられたの方がいいかな。どうなんだろう。あれ？あれ？こっちの方がいいかな。私のことではない。誰も解放のことではない。じゃあ表現の話。 YSP って何？なんか根の深い問題ない？あ、じゃあカオス、あの、わかった。カオスの代弁やってあげる。大麻解禁だね。大麻解禁の逆の言葉って何？カオス、カオスが一番言いたい社会悪だと思ってるもの何？なんかそれをぶっ壊してほしいもの。なんだろう。なんだ、大麻解禁じゃなくて、大麻取締法違反か。これ破ってあげようか。これ破ってあげようか。これスカッとするでしょ。どうカオス。大麻取締法違反のなんかちょっとラッパーみたいな子に背中にこれ背負わせて、俺がうわーっつって俺がぶっ壊すってどう？どう？いらない？あ、そう。何がいいかな。ガンジャで決まりてーっつって。なんだろう、サービス残業。なんかないかな。どうしよう、整えないといけないんだよね。概念だけ8種類バーって書いて、あー、それなんて言うんだろう、低所得の旦那なんだろう。無能な夫
なんだろう、みんなが最も憎んでるものを書いてよ。みんなが最も憎んでるもの、これ許せねえわっていうものを欲してるかな。これ許せねえよっていう、無能な夫、嫁、とかね。今の日本を増税、いいね。最高。そういうこと、そういうこと、そういうこと。増税の方がいいかな。増税いいよ。そういうことだよ。いいね、増税だよ。増税はパンチラインでしょ。増税いいな。増税いいね、増税いいね。ありがとう、増税採用。サービス残業増税。失恋の方がいいかも。とりあえず失恋にしとくね、ここ。あとは増税はかっこいいね。これ主婦だね、これは主婦。増税いいな、センスいいね。あとなんだろう、増税いいな。増税最後に持ってこうかな。増税かっこいいな、増税破ったら。あとなんだろう、なんかいいアイディアない？いや増税はかっこいいね、増税はかっこいい。なんだろう、44めちゃくちゃセンスあるな。これパンチラインだよね、増税は。これ最後に持ってくわ、最後。うわーって言いながら俺増税破るから。これ最後でしょ、増税は。いいな、増税はかっこいいな。ありがとうだね、増税はかっこいい。あ、ビットコインとかいいね。あ、俺これ入れたい、これ入れたい。なんだろう、なんて言うんだろう、そういうの。ビットコイン破産じゃなくて、なんだろう、なんてか、だから言い回しだよね、ここ。背中の張り紙で言い回し？なんだろう。与沢翼って書いとく。与沢翼ぶっ壊していい？与沢翼ってなんて言えばいいんだろう、こういうの。俺、与沢翼をめっちゃ破りたいんだよね。でもこれ、訴えられる可能性あるから。あ、なんかねえかな。ヒルズ族いいね。ちょっと待って、44すげえな。44すげえな。トレーダーではない。トレーダーは憎んでない。ヒルズ族だよ。すげえセンスあるんだけど。ヒルズ族いいね。これホームレス風？貧乏風だね。これいいな。ヒルズ族をいいなぁ、いいなぁ。44完璧だよね。うん、いいね。44すげえなぁ。いや今日ビンビン来るね、44。むしろなんかスタッフに入れたいぐらいだよね。ちょっと44脚本書いてっていう。あ、一人ぼっちか。
いいね、みかんいいね。孤独、孤独。孤独、孤独をなんかかっこいい言い回しないかな。ヨンヨンかみってるね、ちょっと今日。孤独。なんだろう。なんだろうな。コミュ障だ。コミュ障を これどう？コミュ障を俺がぶち破ってやるって、どうかな？コミュ障。コミュ障、なんだろう。コミュ障、コミュニケーション障害。何にすればいいかな？ 44、なんかない？その、孤独、一人ぼっち。なんだろう。なんだろう。なんかないかな。ヒルズ族と増税はすごいよね。恐れ。恐れ。なんだろう。増税はすげえかっこいい。ヒルズ族とか。なんだろう。破ったらかっこいいもの。失恋サービス残業。失恋じゃないんだよな、ちょっと。言い回し、ここも失恋も考えないとな。非モテの方がやっぱいいのかな。非モテの方、失恋より非モテの方がかっこいいよね。ヒルズ族、どうなんだろうね。ここ笑うよね。ここいかに発狂しながら破るかっていうのがミソだよね。叫びながら、うえぁって言いながら、老害、あ、いいね。老害、老害、老害いいな。老害いいな。若者に、老害。老害いいね。老害。老害かっこいいな。少年。あ、老害かっこいいな。不渡り食った経営者、具体的な、もっと、なんかこう、みんながわかる！やれやれっていう感じのものがいい。常識、うん、違うまるん。あのね、もっと、ちょい具体的で、抽象的と具体的の絶妙のバランスのところがいいの。わかるわっていう。あ、少年、大人。あ、大人。あ、これ大人、老害、大人。え、これ大人最後少年だったらかっこいいかもな。ちょっと待って。大人好きかも。これちょっとメッセージ性高いね。あ、大人か。ちょっと増税よりもちょっとメッセージ色強くなってきたけど。性同一性障害はそれ差別でしょ。性同一性障害の人に対して喧嘩売るってことだよ。解放分かってねえな、全く。それダメでしょ。じゃあ敵だよ。敵は誰なのか。エネミーだよ、エネミー。解放全然分かってねえな。違うよ。解放趣旨分かってねえな。非モテサービス残業、ヒルズ族、増税、大人。なんだろうな。あと3つ、最低3つ。それは偏見。なんだろう。敵はどこにいるんだろう。金持ちのボンボンはヒルズ族。はるかさんありがとう。俺らはヒルズ族を打ち破るから。ここね。金持ちのボンボンヒルズ族。
脱北者、石油王だから違う、ヒルズ族に入ってるから含まれてる、違う、別のジャンル、別のジャンル、ヒルズ族の発展系じゃないの、ここに書いてある以外の敵よ、俺らの敵、庶民の敵を書くの。あー介護か、だからなんだろう、派遣会社いや派遣会社だと違うな、低賃金、なんて言えばいいのかな、派遣切り、いや派遣切りだと限定してるから、その低所得者を表す何かだ、低所得の根源みたいな、糖質採用これは面白いでしょ、この増税のパンチラインと大人のパンチラインの前にギャグ1個挟もうぜ、すげえデブに糖質ってすっごい、これ採用、これ個人的に採用、糖質を背負ってる男いいね、すげえデブに糖質を背負わせよう、糖質じゃなくて炭水化物の方がいいんじゃない、炭水化物糖質にしようか残り9分ありがとう、残り9分ありがとう、いやすげえ面白い、すげえ面白かった糖質延長します、延長代お願いします、パソナ、パソナって具体名書いちゃうと訴えられるから、何を破ったらかっこいいんだろうな、ちょい具体的にしたいかな、ちょっともうちょっと具体的にしたいかな、要は背負ってる悩みの根源みたいなものを書きたいの、もう見えてない、要はね、冒頭があいつら何も分かってないんだよ、自分が毎日やってることも話してることも考えていることすらも分かってない、ストレス抱えてさ、酒飲んでうさ晴らしてさ、誰かを批判しないと生きていけないんだよって、で俺が睨みつけてぶっ壊してやるっていう次のシーンに俺がこのエキストラ8人が通行人が背中に張り紙貼ってんの、それを俺が発狂しながら破ってくの、そうだから、なんていうのかな、そのみんなが抱えてるそのこれを破ったら自由になれるのにみたいなもの、そういうものを、これさえなければ俺自由なのにっていう本質的なもの、ママ友、あいいな、そうそういうこと、アイニージュが今近い、そういうこと、それをその共感ができて具体的と抽象的のバランスの言葉を探してるの今、これはブス、ブスだね、これ解放、既読無視、既読、既読、ブス役は解放だね、な、ここ石野にやってもらいたいな、ここ石野にやってもらいたい、わかる、ここ石野にやってもらいたいんだよね、わかる、石野が背中にヒルズ族って背負ってたらめちゃめちゃかっこいいよね、インスタ映えいいな、インスタ映えいいな、いいね、インスタ映えいいね、インスタ映えいいね、いいね、そうそうそう、そういうこと、インスタ映えだよ、そういうこと、
これは何だろうな、何だろう、インスタ映えは誰に背負わせようかな。制服の女子高生 JK。 ネット依存はね違うんじゃないかな。デキレース、インスタ映えいいよ、ありがとうマルーン。そういうこと、インスタ映えを戦う女子高生を俺がぶち破ろう。次なんだろう。いやでも7番ほんとかっこいいな、増税は7番すげえかっこいい。あとなんだろう、これ男と女書かないとわかんないな。メス、いやネット依存なんだろう。ブス、スーツの男、ホームレス、 JK、 デブ、主婦、少年、閉店セール、うん、韓流、あ、うん、いいよ。でもね、韓流は、ちょっと時代がもう少し昔だったらよかったかな。韓流は合ってる合ってる。合ってるけど、今、韓流そんなにブームじゃない。出世、そういうことなんだけど、その言い回しなんだよ。そう、出世競争じゃなくて、なんだろうな。学歴社会。どう？学歴社会どう？学歴社会これどう？これどう？このラインナップどう？ひもてえ、サービス残業、ヒルズ族、学歴社会、インスタ映え、糖質、増税、大人。これで OK？ このラインナップでいく？このラインナップで。もっと増やしたかったら増やせるよ。いいね。いいね、いいね。これでいこうか。とりあえずこれで OK。みんなよろしいでしょうか？大丈夫ですか？ OK ですか？一人一個だね。なんでかっていうと、それ技術的な問題でカメラが動き回りながら、俺がうわーって言いながら破るから、背中に分かりやすいものを一個背負わせた方がいいと思うの。それが一人の背中にぐしゃぐしゃぐしゃってなってると、リスナー、視聴者側が見えないの、文字を。だから一人一個の方がいいと思う。別に平成が終わったところで何にもないからな。コンプレックス。1人40枚。1人40枚。でも、1人40枚、最後に。あ、いいの思いついた。これを破っていくじゃん。で、シーン4で、この死ねゴミカスとか、これあるじゃん。
これさ、俺の体に一個一個書いていってタイムラプスにする？アンチコメントを俺の裸の俺に書いていくの。それかっこよくない？表現として。アンチコメントを俺の体に刻んでいくので、耳なし芳一みたいになるの最後。うん、それよくない？この死ねゴミカスとかを裸でどんどん顔とか手とかにブワーってどんどん書かれていくの。それいいよね、マジックで。それをタイムラプスでババ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 バって入っていって、で終わろうか。アンチコメントの、最後にデモやるんだよ。これいい映像になりそうじゃん。どう？なんか良くなってきたね。でシーン3をどうするかだ。次一回俺が破っていくじゃん、これをビリビリ。これをこう俺が一回バーってみんなで紙くずをバーンってやるシーンはどう？こうビリビリ破った紙くずを抱えてバーンって空に撒くの。それどう？スローモーションでふわーって空に舞ってく。バーって。でその後画面がぐーって暗くなっていって、アンチたちが現れるの、影で。あ、9番思いついた。9番思いついた。9番思いついた。1個また思いついた。匿名だね。ちょっと休憩、ちょっと休憩します。そうだね、そうだね。うん、なんか髪をブワーってね巻くっていうのは、うん、すごい大量のね。ちょっと休憩します。パフェありがとう。延長代にします。パフェありがとう。ありがとうございます。今日いない。いや、これでもいいな。これでもいいね、すごく。
シーンさんどうやって持っとこうかな。腹減ったなぁ。破って解放はされないよ。解放はされない。何食おうかな、腹減ったな。何食べよう。ああ、筑前煮あんのか。
弁当買ってきて筑前煮食べるか。画像ダウンロードできねえな。ツイッターの画像ってダウンロードできないんだっけ？どうしようかな。さてどうしましょう。シーンさん、シーンさんどうするか。シーン1ができた、シーン2ができたでしょ。シーン3難しいな。どうすっかね。さてさて、画像アップ？いや、画像アップってこれツイッターに載ってるよ。イメージが、要は顔とかに文字がバーって、無能が勝つが無理だって、これがこういう風になるよっていうイメージ画像で、別になんてことはない。
腹減ったな。飯食うか。飯食おうか。ご飯。何食おうかな。オリジン弁当行ってこようかな。何食べよう。さてどうするか。ヤブって人たちに、まあそういうことなんだけど、そういうことなんだよ。10秒かな、この尺。
ツイッターの下の方にあるよ。165秒、15秒か。これで完成かな、脚本。これでいっか。笑顔の写真のフラッシュバックってなんだこれ。ああそういうことか。これでいいか。完成かな、脚本。完成かな。はい、できました脚本。ありがとうございます。脚本できました。ありがとう。完成しました。じゃあ説明しますね。真っ暗な部屋、声と同時にタイトルスクロール、効果音、重点音でブーン。あいつら何も分かってないんだよ。自分が毎日やってることも話してることも考えていることすら何も分かってない。ライターでタバコの火をつけ、口元が映り込む。ストレス抱えてさ、酒飲んでうさばらしてさ、誰かを批判しないと生きていけないんだよ。だからさ、ぶっ壊してやる。ここ無音ね。で、エキストラ8人、通行人に張り紙コンプレックスが貼ってある。主人公が張り紙を発狂しながら破ってく。ひも手、サービス残業、ヒルズ族、学歴社会、インスタ映え、炭水化物糖質、増税、大人、匿名の誹謗中傷。張り紙を破られて笑顔になる人たち。あ、これシーン3だな。ちょっと待って、シーン3だね。張り紙を破られて笑顔になる人たち。主人公が一人になる。そこに忍び寄る足元の影たち。映像がどんよりと暗くなっていく。で、返り討ちに遭うと。アンチコメントの嵐。主人公の油性ペンで書いていく。これタイムラプスだな。タイムラプス。で、死ねゴミ、カツとかいっぱい書かれていくと。で、笑顔の写真のフラッシュバックからでもやるんだよ。カメラを握りしめて。で、ライターで口元火をつけ映り込む。ワードフィルムと。エンドロール。こんな感じでいきます。OK ですか？まあ、いいんじゃない？じゃあ今度ブッキングをしていかないとね。ブッキングを。あと7人必要だね。あと7人。あ、延長します。アイテムで応援よろしくお願いします。ご飯食べようか。脚本できた。よいしょ。ご飯何食べよっかな。あ、いっか、これで枠一回閉じて、ご飯買い出しに行く配信やろう。一回枠閉じますね。うん、お疲れ。次枠は携帯配信です。お疲れ。